はい、皆さんこんにちは。今回言及させていただきたいのは何に関してかっていうと、福岡県、福須市っていうのかなの男性66歳が腸チフスを発症し死亡したと発表したということで、県内では腸チフス患者の死亡は少なくとも2009年以降は例がないということでございます。県によると男性は1月15日ごろ南アジアから帰国、2月5日に緊急搬送され、下痢意識障害の症状が翌6日に死亡したということで、男性は南アジアでは感染した可能性があるということで、現在他の感染者は確認されていないということです。県によるとチフス菌に汚染された、ね、食品などを摂取し感染するという全国で毎年30から50人程度の感染が報告されているが、治療で回復する人が多いということです。30人から50人ってほとんどいないですよね。で、南アジアって皆さん、まあ、このチャンネル見てる方は海外詳しい方も多いと思うんでよくご存知だと思うんだけど、インドとか、この間ブータンも行きましたけど、そのブータンとかね、スリランカ、パキスタン、バングラデシュ、この辺りのことを言います。ネパールも言います。で、その中でね、自分も今までそういった国々に行ったんだけど、全くもって腸チフスの注射打っていきませんでした。ね、インドなんかも1ヶ月ぐらいいましたけど、そういった例えば食べ物からっていうのもちょっと気にはしてたんだけど、まあまだまだね、大丈夫な、大丈夫と思ってたんで、腸チフスっていうのは基本的には、チフス菌がまあ腸に入ってということでございますけど、まあ基本的に致死率が低いので、そういったところでもまあ別に受けていかなくてもいいかなと思ってたんだけど、昨年11月に、予防接種を受けたというふうにお伝えしたと思うんだけど、その通り、まあ、昨年11月に予防接種を受けてね、その中で腸チフスも入ってます。腸チフスということで、これは南アジアに行く場合、特に南アジアに行って食品から腸チフスにかかる方が多いので、南アジアに行く方は極力お勧めするという注射です。これは絶対性がないし、入国する際に腸チフスのね、その注射が打ってないといけないってこともないんです。で、自分自身は行って、ね、だからパキスタン以外で全て行きましたよ。ネパールとか、ね、インドとかブータン、スリランカ、バングラデシュ、そういった国って一回もそういったことはなってないんだけど、そう考えるとね、確かに致死率は低いんだけど、どうしても死にたくない方はね、腸チフスの注射を打っていくべきかなって感じがします。今まで80近く行って全くもって、注射を打ったことなかったんですけど、これから中南米であるとかアフリカに行くために、注射を打つことを決意して注射を打って、13、4万はかかりましたけどね。これからまた黄熱病を打つんでプラス1万いくらかかりますけど、やはり、とにかく何でもね、本当に不安な方はね、打っていくべきかなって感じはします。タイなんかで受けるとね、トラベルクリニックというけど安いって言うんだけど、でもやっぱり自分は日本の機関の方が信用あると思ったんで、あえて日本の機関で受けましたけど、こんな感じです。だからまあ以前にね、予防接種、海外予防接種の重要性に関して、全く受けたことなかった自分が、まあ、受けてね、実際感想を出させていただきましたので、まあこのチャンネルでも海外予防接種、まあ、海外予防接種というふうに検索して出てくると思うので見ていただければと思います。とにかくね、亡くなられたということでね、このくらいの、ね、年齢の方と結構あったりします。で、海外に行ったりすると自分のチャンネルを見てるこの60代の方なんかに行ってですね、お会いすることあるんだけど、とにかく亡くなられたということでね、ご冥福をお祈りさせていただきたいと思います。で、皆さんにもね、やはり予防接種、は極力受けた方がいいのかなって感じはします。うん、特にアフリカとか中南米行く場合は特にそうかな。あと南アジア、この場合は南アジアですけどね、まあ、こういった問題に関しては海外いろいろ渡り歩いてきた身で語らさせていただきましたけど、こういった問題に関してもね、これからも語らさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。